猫ちゃんのトイレね、うん、8日目だ。そうでしょ、まだ通らない。うん、ほんで昨日ね、私のあのケアマネージャー来た時、椅子をどかしてね、椅子ここに持ってきた。私はその椅子にまだあげてない。悪いけどそれ使ってくんない？めっちゃ使わないでね、そこにあるから、あのグラスが。悪いけど目つかないでくんないね。あ、悪いけど置かないでね、汚いから。悪いけど、気違いだから出てけば、出てけばどんどんいいから、出てってもらっていいから。お金置きたくねえから、日が変わってもね、金をよこさねえクズ野郎だよ。出てけばいいんだよ、どんどん一人で暮らしゃいいんだよ、出てって。お前なんか顔見たくねえや、エドクソが。そうなんだよ、使えるもんまで打ち上がってよ、人が買ったもんまで。お前みたいなクズいねえよ、人の家にいて居候して人の金で飲んだり食ったりしてやがってよ。ツケが変わっても金もよこさねえ。なんだい、どんどん出てけば。出てくって言ったじゃない、どんどん出てけば。関係ねえから、ほんと頭くるよ、あの男。ほんと頭くるかんね、人が買ったものを売っちゃってるの。買ったばっかりのもんだよ。で、自分がね、買ってきてね、外食ばっかりしてね、ほいでね、みんな腐らして、刺身でもなんでもみんな腐ってる。こういう男いないよ、本当にいないよ。ほんと頭くる、うん、一つのことをきちんとできないね。時計も外しっぱで、もういくんちもね。普通の人だり、やりかけは一つずつ仕上げるよね、休みながらね、うん、いくんち経ってもそれっぱなしね。ほんで自分じゃ仕事行く前にビール飲んでいく、仕事行く前に。そんなある？フジマート行くのは忘れないよね。ほんで飲んでね、で人の金で箱ごとつまみ買ってきて入れっぱれ、あの野菜室に。私が出しておいたからいいけど、自分はね外食してくるからね、ほんとね、うん、ムカつくよ、この男といると腹が立って。慎吾もね、あの部屋見ると腹立つけど、こんな与太郎二人抱えてたんじゃね、私ほんと涙が出る。嘘じゃないよ、ほんと涙出る。うん、悲しいよ、こういう人たちと生きてるってことは。うん、出てってもらっていいってネジ打ってる私。うん、もうたくさん頭おかしくなる、一緒にいて。うん、毎日どのくらい飲んでるのって。そうですね、ロング缶飲むでしょ、うん、あとこう350ml、あとはね缶チューハイの飲む時もある、あとはの喉越し生、うん、じゃあね、なんだっけ、辛口1個こういうカップ、うん、ここにいっぱいあるよ、飲んだのが。だから缶見ると、あ、こんだけ私のお金で飲まれてるんだなって私は思うね。そう、その他食べもね、いつも自分はあの新しいの買ってきて、不倫から食わない、新しいから新しい食ってるね。今日も中途半端の冷蔵庫入ってるね。ほんでカップラーメン今日食べた。それよりね、うん、フリーのから食べればいいんだよね。私は弁当なんて食べねえから、こんな量の多いのはね。私はサンドイッチとか本当に少しなもんしか食わない。うん、腹が立つよ、この人といると。なんでこんな人生なんかなって私いつも思う。うん、ずうずうしいねって。本当だよね、うん、舞ちゃんね、うん、たまげるよ、うん、今日はパチンコ、うん、軍資金ねえんじゃない、まっすぐ帰ってくるから軍資金ねえと思うよ、もう、うん、軍資金ねえよ、もう、うん、ねえ、まったく。あ、ゆうさん、ゆうせいさんこんばんはって、大丈夫ですかって、うん、ちょっと興奮してます、うん、7時ね半ごろやろうと思ったね、今日はあんまり撮ってないから、うん、おいだからね、こうしたらもう8時ね過ぎてるわけね、うん、私だってこうナイス見てるから、だいたいね育児頃やればって感じで、おーしたら今度はここをねゴミ打ち張るって来てね、私のねあの買ったコラーゲンの、
ヤズヤで買ったコラーゲン、うん、あのなんだっけ、買ってね、うん、入れといた、冷やしといて一つずつ食べようと思う。それまで全部ゴミ袋入れた。だからね、これは買ったばっかりで、私がコラーゲンの、私のだよって、なんで私の方で打ち合う必要があるって。これ買ったばっかりで、私が一本ずつ、足にコラーゲンはいいから、だから半額で買ったんだよって。一箱3000円だけど、二箱3000円で売ることがあるんですよ。そういうセールの時だけ買って、あとは買わない、定期コースはね、うん、そういうの買ってね、冷やしといて入れといて、それまで全部ゴミ袋を放り投げた。ほら、自分のさ、つまみのやつ腐ってるからね。あのなんだっけ、あれはこういうかまぼこ、かまぼこでこういうのね、自分でね買ってきてはね、箱ごと買ってきてね、野菜室で減ってるから、いつまで経っても開ける開けないからさ、開けないんじゃさね、私が開けといて上入れといた。それでも食わねん、毎日外食してきて、おいで最後は売っちゃってのね。私の金無駄にしてんと同じだから、肝が入れる本当に、うん、私は買ったものは絶対ね、うん、無駄にしないから、どんなもんでも、うん、ね、あれじゃダメだよ、怒りたくなるよ。ほいで高校と電気つけてさ、テレビ見てさ、でけえ面してさ、あんな男いねえ方がいいよ本当にね。だって やるはゴミ打ちやりと買い物だけだから、あとはやらないからね、うん、あんな人いね、男で、うん、あんな人いね本当に、うん、出てくっつって出てかねえよね、いつまでたっても暮らしていけねえと思うよ、あんなバカじゃ、うん、洗濯一つしたことないから、パンツ汚せば打ちゃっちゃうんだから、打ちゃっちゃう、何でも打ちゃっちゃうね、うちゃっちゃうんじゃどうにもなんねやね、うん、金がねえ人がうんこくつけたからって物をうちゃってたんじゃやってけねえやね、ねえ、どうしようもないね、うん、肝入れたら本当に今日もストレスでね、うん、なんかね、はあ、慎吾が相原さんの代わりにやればいいんだけどって、そう、あの子がしっかりしてればねいいんだけど、あれもダメでしょ、どうしようもねえんだよね、私もね、どっちもクズ野郎だからね、座敷や豚小屋どうにもなんねえんだよね、ストレスたまるよこのうちにいると、本当に、うん、ひどんなさん6位、あ、そうなんだ、あ、グラム、そうですねって、うん、そうです、そうです、また違う器使ってろ、なんかいろいろ使うわけ、置いてくんない、悪いけど、洗うから、なんで同じ器使えないの、これで3つ目だよね、人バカにしてるよね、今日出てっていいから、出てって早く、いなくていいから、3つもいい器使ってろ、さっきからムカつくよね、水飲むぐらいで一つは置いてあるんだから、それ使えばいいと思わない、みんなこれ私に話せるんだよいつも、出てけよ早く、いいから、いなくていいから、そんなクズみたいな男はほんと頭くるね、肝が入れるね、どんどん出てって、電気は必要ねえから、あんたがいなきゃ電気料かかんねえからよ、酒も飲まれねえからよ、悪いけどよ、いなくていいからよ、男じゃねえからあんたは、見ててね、猫のうんこをしても全然取らないね、もういくんちも取らないね、最低だよ男としてね、時計をね外しゃそれっぱなし、もういくんちもやんないね、一つのことをきちんと仕上げられないね、そんな人間としてね価値はない、はっきり言って、うん、だってさ、ここに来てだよ、水を飲むだけでだよ、この器使ってでしょね、さっきでしょ、これだよ、見て
みんな私に話せんだよ。ひどいよこれは。ひどいよ。もう嫌になった。はっきり言って。こんな人の面倒なんか見たくね。私はもういちいち。ほんと。ね。みんな、ほら、見て。この器を使ってね。ね。あいつのそそら洗いだから洗うから置いといて、つった。このグラスでしょ。ほんで、このグラス使って飲めばいいじゃない。それをまた今度はこれ使ってでしょ。ほんで、さっき来た時、またこれ使ってるん。ね、3つ使ってるん。水飲むだけで。ね、これ全部私が片付けるわけ。後で。ね、ひどいと思わないこれ。ひどいよね。だから出てればいいんだよ。自分で暮らせばいい。もう、どうでもいいから。ね、私いらないからもう。出てってもらっていいから。もう。あの男必要ないから必要ないから、ほんとクズだから。男じゃないよ。こんな3つもさ器なんかね、私は大変なんだよ。悪いけどね、明日デイサービス行かなくちゃだしさ、なんでここまでさ水飲むぐらいで3つもさこんなに疲れなくちゃなんねん。自分でしそそら洗いでね、何もいい加減だから。本当に。ゆすぎもしねえでね。鍋だってそうだよ。そそら。自分でそそら洗いしてね、拭かねえで棚へこうあげるんだよ。そうとその雫が下へ落ちてくる。下の鍋に。ね。いい加減だよね、やることがね。うん。ムカつくよね、こういう男って。本当頭くる、一緒にいて。本当どこまでくずかなと思って、ムカつくよ本当にね。